はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつざわりょうじでございます。ひろし様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。3月20日日曜日10時から16時池袋西口で、北朝鮮による拉致被害者救う会全国協議会署名を集める活動をいたします。お手伝いくださる方大募集であります。よろしくお願いいたします。3月27日13時30分東池袋中央公園集合 NHK スクランブルでもよかったらご参加ください。NHK 視聴者センターの小林にですね、梶谷さんって方がしつこくですね、取材に来いよなお前ら、こういう出まっからって言ってくれてるみたいであります。でも来ないと思います。それでですね、ご参加してくださった方はですね、そのデモには俺も参加したけど NHK は愚か、テレビは一社も来ねがったって歴史の証人になってください。そして、そのことをですねネットで言いふらしてください。よろしくお願いいたします。昨日夕べ23時30分頃地震ありましたね。東京も結構揺れまして、私もビビりまくったんですけれども、震源地は福島県と宮城県の境あたりの沖合ですね。結構沖っつっても近いですね。津波被害はなかったみたいであります。宮城県福島県は震度6から5、宮城県の下の方と福島県の上の方は6で、いわき市は5だったみたいであります。いわき市にですね、私の実母と姉夫婦、姉家族が住んでるんですけど、何の連絡もないんで死んだりはしてないみたい。仙台市の伊達政宗像が傾きました。足が一本折れちゃったそうですね。各地で土砂崩れ、道路陥没、新幹線脱線などの被害があったそうであります。道路陥没しちゃってますね。崖崩れ で道が通れなくなっております。皆様の家では被害はどうでしたでしょうか。大事ないといいんですけれども、震災の時はですね、よく晴れた日の3月11日、春のですね午後で、あったかくていいな今日はなんてのんきにいたらですね、小さな揺れが5秒ぐらい、あ揺れてんな思ったらドガーンって来たんで、昨夜も怖かったです。あ揺れ始め、ドガンとこねといいな、そしてコンピューターのモニターを押さえてしまいました。今でもですね、高い位置に酒瓶が飾ってある、まあ飲み屋さんなんかあると心配になります。これ地震あったら全部落っこってくるよなってね。熱帯魚とか金魚なんかの大きな水槽ある店なんかあるとですね、こちらも心配になります。これすげえ揺れたら、まあ、ひっくり返んないまでも長の水全部ジャボンジャボン飛び出して床が大変なことになるな。あと金魚も飛び出しってなんかするとかわいそうだよな。心配になってしまいます。ゼレンスキー大統領の国会演説の申し出をですね、前例がない、だの、スクリーンがない、だの、言って嫌がってたのは外務省だったみたいであります。岸田総理、前向きに対応していただければと、政府の立場からも考える。何言ってかさっぱりわかんないですね。一体誰が前向きに対応するんだか、岸田総理じゃないみたい。考えるのは誰なのか、自分じゃねえよって言ってますけど政府なのか、なんか意味不明なんだよな。前向きに対応していただければ、誰が、政府の立場からも考える、まあ、自分じゃねえってこと。なんかね、大反対ではない模様ですけど、責任取りたくないやからの言葉は、このようにわかりにくいんだなぁ。賢い人はわかりにくいことを、難しいことを簡単にわかるように説明してくれる能力があるんですけどね。岸田総理は自分で責任取りたくないもんで、なんか言い回しが独特で、石破茂も
そうだったんですけど、だからどうしたいんだよみたいな言葉が非常に多いであります。自民と立憲の高木真淵両国対委員長受けるべきで一致したそうであります。ネットの反応、これは断れませんな。政裁のリーダーだし当然難色を示していた泉ははしご外されちゃったな。泉代表はなんか難色を示していたらしいでありますけど、立憲の国対委員長の真淵さんって方がいいよって言っちゃってるから、まあはしごですよね。核武装しろとか言い出したらどうすんだろうな。この侵略がうまくいっちゃうと中国が同じことしそうだからな。中国が台湾と沖縄同時に侵攻始めるかもしんない。これがうまくいっちゃうとね。共産と令和発狂確定。令和がモニターを破壊しそう。左翼どもがあちこちでギャオーンしていて草生える。左翼どもは大反対みたいでありますね。ゼレンスキーにやらせるならプーチンの言い分も聞かないと不公平では、それもそうだな。意見がありましたけど、プーチンにもリモート演説やらしてですね、何言ってんだこのバカ。で、心底呆れさせるのもありかな、思うようになりました。日本時間16日夜半、夕べですね、米上下院でゼレンスキー大統領リモート演説したそうで、英国も米国もそのイベントをやってしまいました。それをですね、日本が拒否するわけにはいかないみたいだな。最初は前例がないだなんだの嫌がってたくせにね。できれば何もしたくない騎士だ。ちって感じですかね。めんどくせ。なんて感じですかね。共産社民令和は反対だそうで。まあこれ予想通りですね。立憲が賛成したのは意外なんですよね。他は維新と民民が賛成であります。維新は黒幕オーナーの橋下徹がですね、ウクライナは早く武器を下ろして、男は殺され、女は犯されるって、各所で言いまくってんのに、維新が賛成って意外だなぁ。自民が賛成で、数的に実現不可避なので、悪目立ちしたくなかったんでしょうかね。維新も立憲も。公明は賛否不明であります。共産社民令和が大反対で、左翼どもが、ネットの各所でですね、ギャオーンって発狂している理由はですね、ウクライナ大統領に、日本の国会で全国中継でですね、我々が倒れたら次は日本の番だぞ、北海道攻められるぞ、中国が台湾と沖縄を攻めるぞ、これがうまくいっちゃったら、核武装しとけばこんなことにはならなかったな。国内に潜んだスパイに気をつけろ。スパイ防止法ないの？自殺かよ。条約がどうとか憲法がどうとか言っても、攻められる時には攻められんだよ、敵の都合次第で。こういうようなことをですね、全国民の前で言われちゃうと非常に都合が悪いから、共産、社民、令和あたりが反対して左翼どもがギャオーンってなってるわね。連中はですね、中国、韓国、北朝鮮のスパイどもでして、敗北主義者ですからね。純粋な日本人、一人もいねえし、共産、社民、令和には、一人もいねえし、悔しかったら反論してみろって。そんなことはありません。日本人は三人います。とかさ、言ってみろ。ばらしてみろ。昨夜の、アメリカ上下院でのウクライナ大統領、ロシア侵略はあなた方にとってのパールハーバーや911と同じですと発言。真珠湾では民間人や民間施設攻撃してねえし、そもそも連合国が詐欺に手出したんだしと、などなど一部日本人から大不評を博しておりました。真珠湾攻撃から遡ること4ヶ月前、1941年8月、米国内の日本政府や日本企業や日本人個人の資産を封鎖
してしまいました。アメリカ政府がね、これは当時も今も戦争行為でありまして、まあ、先に宣戦布告したのは、先に手出したのはアメリカでして、実は現在日本政府もですね、ロシアの円資産約 3.8 兆円だっけなを凍結、これ戦争行為なんで攻撃されてもおかしくない事態であります。ウクライナで手一杯でそんな余裕ないでしょうけどね、アメリカが先にそういうことしたってことを GHQ はじめですね、それに尻尾振った日本人が必死で隠蔽しまして、知らない日本人も多いであります。身近にですね知らない方いたら教えてあげてください。不意打ちした日本が卑怯って叫ぶ左翼は飛んだ無知で飛んだバカ者である。だからあの人らみたいにはなるなよ。教えてあげてくださいね。日本政府ロシアを貿易優遇国から外す方針だそうであります。カニやウニなど水産物の関税を引き上げる方針だって。今後はロシア産のカニやウニをしばらく目にすることもなくなるのかな、回転寿司とかでな、あとスーパーとかで、ネットの反応です。カニウニなんかどうでもいい、ガスが問題だろ、高い金出して国産を食えって話、たまにしか食わないからまあいいっす、毎日食べるもんでもないし。日本への輸出で食いつないでいる北方領土民涙目。約1万4000人住んでるらしくて、北方四島にね、ほぼすべてが漁師さん、ほぼすべてがカニだのエビだの取ってる漁師さん、それをせっせと日本に売って生活してるそうであります。小麦が上がるのに比べればまあそんなに影響ないでしょうね。毎日毎日カニを食わないと死んじゃう奇病でもない限りね、制裁されてですね、今死ぬほど外貨が欲しいロシアには痛手でしょうね。昨日のですね、先端技術品、まあ、半導体とか通信機器とか300品目輸出禁止のやってる感の制裁と違って、まあこれね、ルーブルと円の交換が今できない状態ですから、そんなね、禁止しなくても代金もらえないんだから輸出しねえって話、輸出しねえって話ね。これはこっちが買う側ですし、制裁らしいな、思います。日本人がカニウニ買うからロシアの軍資金が尽きないであるとか、日本人の金がミサイルになってウクライナに降り注いでいるなんて言われても嫌ですしね。ロシアの円資産を凍結して向こうが日本を攻める理由は十分にあんですから、そんな体力残ってないようにね、徹底的に制裁するのがよろしいかと思います。それが日本と日本人の得利益、まあ一部ね、ロシア、ウクライナも悪いんですよっていう論もありますけれども、日本人にとっての得は何かって考えたら、ロシアを徹底的にね、もう鼻血も出ないぐらいにしてこっちが攻められないようにするっていうのが日本にとっての得だと思いますけれども、中共もですね、各国の制裁の効き目をじっと見てますよね。で、制裁大したことねえな、ロシアと同じことやられても大丈夫そうだななんて思うとですね、沖縄とか台湾軍事侵攻してくかもしんねえしね、もう徹底的に制裁した方がいいと思いますよ、ロシアは。日テレミヤネ屋で放送事故、ウクライナがロシアになっちゃってる地図を放送してしまいました。ウクライナが消滅しております。首都キエフがロシアの中になっております。ネットの反応です。わざとだよな、わざとだな、ポロッと本音が、どうやったらこんなミスすんだ、これは悪意あるな、誰が見てんだこんな番組、本音が出てしまいましたな、これはやってはいけないミス、日テレの社長はウクライナ大使にお詫びに行かないと。これは日テレ内のですね、ウクライナ消滅を願う連中の仕業であります。テレビ局内にですね、こういう考えが全くなければですね、ゴミコメンテーターどもがですね、ウクライナは早く武器を下ろして
男は殺され女は犯されろなんて言えるわけがないんだよ。むしろね、あの台本通り言わされてるのかもしれないしね、ゴミコメンテーターどもはね。ではなぜ連中はウクライナ消滅を願うのかと言いますと、それは敗北主義者、外観誘致主義者だから。早い話がスパイだっちゅうことですね。ロシアの一方的な軍事侵略が成功してほしいから。で、うまーぐいってですね、中国共産党が、じゃあ俺らもっつってですね、日本に攻めてきてほしいからであります。日テレ内に日本人は一人もいません。実は。悔しかったらですね、いえ、5人ぐらいいますって反論してみろって話なんですね。これは浅ましいですね。セシウム米なんていう時もポロッとやってましたよね。ちょい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 こういうので細かい細かい鬱憤ばらしでもしてんでしょうか、テレビ局内のゴミクズどもはね。スパイどもですから、まあ日本人は一人もいねえな、いうのが、それを広める、あいつら悔しくても反論できねえからね、全然。じゃあ何人いんだよって言われて答えらんにから、一人もいねえって言ってても、私は安全です。って、思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。